槍ヶ岳は、飛騨山脈南部にある標高3180メートルの山である。山域は、中部山岳国立公園に指定されており、日本で5番目に高い山である。長野県松本市、大町市、岐阜県高山市の境界にある。初登藩は、荘の張高市商人。日本百名山、新日本百名山及び花の百名山に選定されている。 通称、槍。名前のごとく、天に槍をつく形が特徴的な鉱山であり、登山者で賑わい、穂高岳などとともに多くの登山者の憧れの的となっている。深田久也は日本百名山の中で、富士山と槍ヶ岳は日本の山を代表する二つのタイプである。一生に一度は富士山に登りたいというのが庶民の願いであるように、 いやしくも登山に興味を持ち始めた人で、まず、槍がたの頂上に立ってみたいと願わないものは、ないだろう。深田久や、日本百名山と述べている。解散者は、針隆商人である。解散と登山道整備の歴史は、当該項目を参照されたい。宗教目的外での初登頂は1878年の、ウィリアム・ゴーランドで、1892年の、 ウォルター・ウェストンがそれに続いた。槍ヶ岳は四方に、尾根と沢を伸ばしている。尾根は、東西南北に、東釜、西釜、槍穂高、北釜の四両、沢は東南に、槍沢、南西に、飛田沢、北西に、千浄沢、北東に、天井沢の四沢である。あずさ川源流部の槍沢上部標高2500メートル付近の天ぐっぱらに、 天狗池があり周辺は氷河公園と呼ばれている。周辺は建国地形となっている。山頂の三角点山頂には二等三角点が設置されたが、現在は氷石が地面に埋設、固定されておらず、国土地理院で防湿扱いとなっており、地形図でも槍ヶ岳山頂は単なる標高点扱いとなっている。 1957年10月には三角点、三名表示板と古い祠があった。槍た系両線図体に向かう重装コースは、眺望がよく人気が高い。そのため、日本を代表する、繁華街である銀座の名を冠した名前が付けられている。厨房温泉を登山口としかっせ尾根を登り、大天井竹を経て東釜尾根に至るルートは、表銀座重装コースと呼ばれている。 一方、高瀬ガムを登山口とし、舟津尾根を登り、和芝岳、須ゴ六岳を経て西釜尾根に至るルートは、裏銀座重層コースと呼ばれている。なお、折立を登山口とし、黒部五郎岳を経て須ゴ六ク小屋で、裏銀座重層コースと合流するルートを、西銀座ダイヤモンドコースというが、前の2コースと比べると知名度は低い。山頂直下の登山道には2本のはしごが並び一方、 通行となっている、日だ沢と滝谷山頂の祠と日だ山脈の山々。2015年頂上付近の上り坂は急勾配な岩場であるため、危険箇所には鎖やはしごが設置されている。槍ヶ岳の肩から頂上までは、多くの区間で、西側の上り専用と東側の下り専用に、ルートが仕分けられている。狭い、平らな山頂からは、 平行した2本の長い鉄製のはしごが設置されている。以前は1本のはしごしかなく、登山道が渋滞する原因の一つとされていた。山頂の狭い北端には、祠が設置されている。山頂からは、日田山脈、八ヶ岳、富士山、赤石山脈、木曽山脈、御岳山及び、白山などの日本の標高の高い山をほとんど望む。 ことができる絶好の展望台となっている。槍ヶ岳山頂直下にある槍ヶ岳山荘槍沢のキャンプ指定地槍ヶ岳は、登山口からのアプローチが長いため、日帰りで往復することが難しく、山小屋を利用したり、テントを携帯しキャンプ指定地を利用して、山中で数泊して登られることが多い。最寄りの山小屋は、山頂直下の南西にある、飛田山脈南部で、 最大規模の槍ヶ岳山荘である。花の百名山に選定されている槍ヶ岳の登山道周辺には以下の多くの鉱山植物が自生している。7月の雪解けから8月末頃までが開花時期である。槍ヶ岳周辺の山と表銀座槍ヶ岳周辺の山中央左に位置する槍ヶ岳飛田山脈の主猟線上にあり、東釜尾根、西釜尾根、北釜尾根、 南方の穂高岳だけへ連なる、尾根の頂点である。日田山脈の主な山は、日田山脈を参照。日田のりっに設置されている、同標源流となる河川は、日本海へ流れる。上高地バスターミナルの北1 0 7トルアルピコ交通上高地線。 新市駅から北西 23.0km、長野自動車道松本インターチェンジの西北西 28.9km、ノーヒバス新穂高温泉バス停の北東 9.2km、JR 東海高山本線高山駅の東北東 42.1km、松本空港の北西 31.8km に位置する。長野県道327号槍ヶ岳矢村線が、 安曇野志穂高有明阿谷村から中房温泉まで通り終点が表銀座の登山口となる。上部の区間は当期閉鎖される。岐阜県道475号槍ヶ岳公園線の終点新穂高ロープウェイ新穂高温泉駅付近から右股林道が白根小屋まで伸びる。右股林道は一般車両の通行が禁止されている。 松本市域のアザ・ヤリガタ家は日本郵便により交通困難地に指定されており、違いから郵便物を送付することはできない。NHK や長野朝日放送などにより、ヤリガタ家に関するテレビ番組が多数放送されている。ゴーランドが初登場したその日は、ハリ・タカシが解散してからちょうど50年目。ありがとうございます。